皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと韓国の元男の子のファニーです。イエーイ、ファニーさんだ。はい、嬉しい。こちらこそ。本当？うん、本当は？あ、めんどくさい。今回はですね、視聴者さんに以前いただいた性転換を手術した元男の子は営みをした時に気持ちよくなれるの？みたいな質問をいただいたんで、その時私は営みはあんまりその積極的にやるタイプではないんで、絶頂っていう感覚があんまり明確に自分の中で分かってなくて、まだなんか鈍い感じだったらまああるけど、まあ一応それが気持ちいいのかな。でも周りの元男の子の友達は絶頂がちゃんとあって営み中毒になるみたいな質問の答え方をしたんですね。ファニーさんは快感があるんですか？はい、快感があります。本当ですか？はい、ありませんか？わからない。あ、ちょっとちょっとだけ。はい、なので今回はファニーさんにどんな感じに人工股間が快感を得るのかちょっと聞いてみたいと思います。かなり掘り下げた動画となります。その前に、男性時代に快感を得る行為をしたことがあるのかちょっと聞いてみたいと思います。なぜ聞くかというと、その時の快感は人工股間で得る快感と似てるかどうかの答え合わせをしたいからです。質問いいですか？あ、いいです。はい、まず男の時に気持ちいいことをしたことありますか？はい、あります。それはどんな感じですか？気持ちいい、いいです。ごめんなさい、いいでした。いいでした。ちょっと待って、難しいな。生臭いんて、おとん느낌이있어。実は私は、はい、昔から、うん、性欲、はい、性欲がたくさんあるんだから。あったんですか？あ、はい。おう、じゃあその時にチャウィ、自慰行為は、はい、しましたか？はい、しました。たくさんしました。たくさん、ちょっと待って、大丈夫かなこの動画。でも私は前動画でも話してると思うんですけども、自慰行為は私は絶対したくなかったんですよ。そういうこと言うと、お前女分じゃねえよーみたいな言われるんですよ。でも理由があります。男性時代に自慰行為をすると、要は精子が出るわけじゃないですか。ってなると男性ホルモンが活発化しちゃって、より肌とかの感じが男性っぽくなっちゃうんじゃないのかなっていう、すごい怖い。だから私はしなかったんです。それなので男性時代のこの性欲の快感の感じ方と、性転換した人工女性器の性欲の感じ方が同じかどうかとかが性格に答えられなかったから、まあ、それで今ちょっと聞いてるんですけども、ファニーさんはどんな感じですか？夫の気分。私も同じ思いました、うん、でも、うん、性欲がとってもたくさんあるから。正直ですね、うん、正直ですね、負けた。大したちょっとやめて。誰怖くなかったですか？あ、でも高校生の時まで分からなかった。男性ホルモンが高くなるの、分からなかった。どのくらいしました？1週間4、5。本当に強いですね、性欲強いですか？そう変態ですね。変態じゃない、男の高校生は。ああ、まあ、うん、全部そうですね、そうだと思います。だから私もその時戦いました、ファイト。自分の気持ちと性欲戦いました。でも負けない、私は。私は負けた。その感じはどんな感じでした？する時、うん、する時、うん、時は気持ちいい。気持ちがいい、とってもいい。でもする後で、ふえ疲れた。疲れたと、あ、どうして私が不安。そう。あ、なんでしちゃったのって。手術後の感じはどんな感じなんですか？私はまず手術後はゆっくり少しあるっていう感じだけ。だから
フィニッシュ快感がちょっとわからない。私は、はい、2カジへあります。あ、2種類あるんですか。ワン、うん、いろけいいですか。うん、いろけこんな感じに、はい、はいはいはい、出し入れのピストン運動で、はいはい、気持ちが男の時に似てるこれをしてる時はフィニッシュじゃない、うん、違う、うん、男の時と似てるんですか。うん、似てる。二つ目、これが、はい、정말いいな男、本当に相性がいい男の人と、うん、感じがあります。それは男の時と似てる、うん、同じ。それはいわゆるその男性でいう射精、バルサ。あ、そう。え、射精があるんあるの。うん、少しあります。初めて、うん、あ、私は女も同じと聞いた、はいはいはい、え、でも우리는슬프지만아남성사실だから、うん、女여성느낌몰라에그렇지만예전에동영상내가동영상올렸을때코멘토가언나무니테루또있다에発射ってどんな発射ですか。だってもうおちんちんないです。なんで発射できますか。多分전립선が前立腺ね。있기때문에。はいはいはい、前立腺動画で説明した。나는私は。잘分からないですけど。よく分からない。漢字は同じ。男性自体と同じ。あ、そう。本当に？うん。え、どのくらいの量が出ますか。どのぐらいの量。少ない。でも漢字は同じ。本当に全部同じですか。男性の時の感じと2つ目の種類同じ。まにゃけ男の感じが 100%、 うん、 100%。 今は70、80くらい。やっぱりちょっとだけ弱い、うん、はい、そう。なるほど。はあ、発射するのは本当に知らなかったのでちょっとびっくりなんですけど、え、다른사람아친구아트랜스젠더친구들이도어나지발사아발사する에한테니나시가이게간지시마스뭔가시죠가만있어야르카가만있어야르카많아는데스까오이와투なるほどですね。わかりました。じゃあ3つですね。あ、まあでもあのパニさんが今言ったそのモンブランちゃんの件はその私もそれは知ってて、私たちってその亀頭ちゃんタートルヘッドを再利用してモンブランちゃんに付け加えるんで、それは確かに、まあ、男性で言うと皮むけちゃったみたいな。え？あの何？え、じゃあ以後このモンブランどんな感じですか。そのモンブランちゃんは以後はいと他の感じです。どんな感じ。あ、でもそれはちょっと言葉では難しい。でも似てるちょっと違う。似てる。ここをこうてモンブラン男だ。うん、여기끝에끝에うんうんうん、여기이렇게이렇게なんか粘膜だからしみるみたいな、なんかそんな感じだと思います。なるほどね。私にとってあと多分視聴者さんにとっても発射するっていうのは多分初めて、それは知らなかったんで、こういう動画出しておきながら、なのでそれを聞けてよかったかなと思います。どうですか。面白かったです。大丈夫。うん、大丈夫。すごいたくさんカミングアウト大丈夫。あ、でもなんかカノンがわからないと言って残念だ、うん、性欲は重要、はい、営みは、うん、営み感じは重要と思います。確かに、うん、残念です。はい、先輩、練習してください。はい、頑張ります。練習してください。誰はい、まあ、あの今回はですね、あのパニさんに踏み込んだことをあの聞きました。少しでも楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンもお願いします。パニさんのチャンネルも画面の下にありますので、そちらもチェックお願いします。お願いします。また Twitter、Instagram、あと TikTok もありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。グッ